よかばん。街行く人たちに声をかけて本音トークで語り合ってもらう街角で差し飲みです。県外から宮崎を訪れた人たちにも参加をしてもらいました。それではご覧ください。レッツ差し飲み。じゃあ乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。あ、うん、おいしい。すごい飲みやすい。すごいなんか飲みやすい。あんまりなんか焼酎って2人でこう飲みに行くっていうのもあんまりない、ね、すごいすっきりして飲みやすい、ね、うん、じゃ あのトークテーマを聞きますね。はい、じゃあじゃあいきます。はい、なんだ、今から話せる〇〇さんありがとうっていうことで、まあこんなトークテーマが出ちゃったわけで、じゃあ俺からありがとうということで、まあまあ言うまでもなくね、あの愛ちゃんにあのありがとうということで、あのまあ結婚したのが、まあ結婚式挙げたっていうか、まあそれが去年の3月の20日で、まあもうちょっとで1年丸1年経ってね、俺がもう今で42歳なわけで、で結構まあ独身がまあねすごい長かったわけやないけど、本当になんか毎日がすごい楽しい毎日が過ごせててるっていうのがなんかすごい、うん、ええなと思って、うん、やっぱなんかすごい結婚して本当に良かったなというか本当それはほんまにそう思うわけで、まあそのね俺がずっと野球がずっと好きで、それがね結婚一緒にこう付き合って結婚してずっとこうね俺の影響でこう野球が好きになってくれてて、でまたこうやって宮崎にこう一緒に来て、やっぱそれが一番なんか嬉しいというか。ご主人の高文さんは熱狂的オリックスファン。もともと野球に無頓着だった奥さんの愛香さんも高文さんの熱意に押され野球に興味を持つように。まあ、オリックスもちょうど調子良かったし、そうやあれが弱かったけど何やってんねんみたいな感じになって、ね、YouTube でなんか去年のオリックスの優勝した、ね、うん、いろんなこう名シーンを見てた時だけど、うん、去年だってほぼなんか野球の試合をね、そのオリックスのシーズンの試合まあまあ明日からまたねキャンプ見に行くわけで、うん、これはねすごい大会が始まるからね、うん、このやっぱり、うん、世界の野球のね世界一を決める大会ってね、うん、明日見たい選手とかいる、うん、明日の侍ジャパンのキャンプで村上とか、ああヤクルトの村上が売れたから、うん、はい、はい、やっぱ霧島がうまいっす。うまい難しくねこれ。まるまるさんこれだけはやめてほしい。ちゃう、なんかあったかな。まあ散々いじめたからね。バーやってるんですけど、仕事最初できなかったんで小突き回してました。ただ成長してくれたんで、今日一緒に久しぶりに仕事するんですよ。復活日なんで頑張ってもらいたいです。楽しんでいこうかなと。俺が乗ってたアメ車に引き継いで乗ってくれたんですけど、勝手に降りるのやめてください。勝手にアメ車乗るのやめてました。いやもうだってこれだったから、あアメ車壊れるんでね。それはすいませんでした。いいです。じゃあ、うん、これでおはいこ、おはいこじゃない、おはいこじゃないけど。乾杯です。
乾杯。バーイ。うん、あ、美味しい。飲みないとこね、はい、飲みないとこね、やっぱね、美味しかね、いつも飲んどる味やね、はい、うん、どちらから？今日は東京から来ました。東京から来ました。結婚してどれぐらいですか？まだ9ヶ月8ヶ月だな。はい、7月に結婚しました、はい、一応あの俗に言う新婚ってやつですね。じゃあちょっと、てか汗かきすぎちゃう。まるまるさんごめんなさい。これねあのほとんど、あ、実は会社一緒で、あのほとんど言ってないんですけど、言われたらあの都度言わなくてごめんなさいって、こう、あの特にあの前の前の上司とかには一切言ってなくて、いろいろありましたね、はい、ちょっといろいろありました。ちょっとまああのいろいろあの詳しく聞きたいですけどね。いやちょっとね、それはちょっといろいろ掘ると掘ると出てくるんで。はい、大丈夫です。会社の同僚で結婚前は曖昧なお付き合いをしていたという2人。しおりさんが一人で札幌ドームに行った時、とある事件が。めっちゃ汗かいてる。もう言ったらいい。なんだろうね。いや、あの、え、あれ、去年、一昨年、いや、一昨年ちょっとあの別の女性とですね、ちょっと北海道に野球見に行ってたんですよ。そしたらですね、札幌ドームにね。そしたら、そう。そしたらなんかあの同じ場にいらっしゃったみたいで。私はあの個人的に見に行きたくて、札幌ドームに行きたくて。行ってたら、振り向いたら、なんかみたいです。僕は気づかなかったですけど、なんか、曖昧な関係だったので、なんだろう、私の中で踏ん切りがついたので、あーってなって、自分の中でこう、これこんなとこで言うこと一斉を引きました。一度は大輔さんに見切りをつけたしおりさんでしたが、結局大輔さんがしおりさんにプロポーズ。結婚後は一緒に野球観戦を楽しんでいます。まあ、でもあの今年あの新しくなったあの日本ハムの球場にちゃんと2人で行きます。リベンジ的にね。リベンジすぎないかな、分からんけど、ちゃんと4月に行く、もう予定立ててるんで、ね、いい機会だったかもしれないね。本当、はい、乾杯。あ、おいしい。おいしいね、いつもに増しておいしいね。はい、はい、足飲みしていきませんか？あ、今ですか？はい。どうしますか？いや、もう別に時間はまだ早いです。はい、で大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。生き返る。お酒だ。生き返る。霧島も飲んだことないんですよ。うん、いつも飲んでないんで。美味しい。うん、あ、炭酸飲みやすい。じゃあ、デレン、これだけはあなたに言いたい。まゆさんに言いたい。どっちから話す？どっちから言いましょう。じゃあ、でもやっぱり私から。私から。ひいたから。どうぞ。しおりんと遊びすぎです。もう一人のこと。私とも朝喋ってくれるけど、いつも二人で行くのいいなって思いながら。まあ、私いつもバイト入れてるから悪いんですけど。すいませんでした。いや今日誘ってもらった、めっちゃ LINE 嬉しかったです。あいつ LINE めっちゃ飛び上がりましたもん。スケジュールドワーって確認して。なんかコロナとかもあったし、はい、そうなんか、ね、誘いにくいっていうのもあったし、ね、多分飲み会も何もなかったですもんね。そう買い飲みもなくて。そうなのよ、だからそれもあったから、うん、なおさらだし、まあね、もう一人の方がふっかるすぎるのが悪いけど、そうそうそう、こっちに言いたいのはふっかるすぎる。そうですよ。そう、ね、あとはそうだな、あと2年間学生生活あると思うけど、はい、なんか
社会人じゃ絶対できないなっていうことを やもうやるべきだと思う。今の私みたいに、はい、そう今しかできない。そう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 、そうね、2年後とかだからもっと旅行に行きやすいかなと思うから、ぜひ楽しんで、はい、私のところにもどこになるか分からないけど、はい、行きます。遊びに来てね。遊びに行きます。いつもふっかるはふっかるなんでありがとうございます。はい乾杯、最後に乾杯美味しい。めっちゃすっきりする。お水ある。お水。じゃあお疲れ様。はい、お疲れ。乾杯。乾杯。あったかかったからね。いやもう今日暑かったから美味しいわ。やっぱこれロックだね。僕たちですね、実は夫婦なんですけども、実は明日、青島神社で結婚式を挙げます。挙げます。おめでとうございます。宮崎。明日結婚式挙げます。乾杯。乾杯。結婚式です。そうなんです。結婚式挙げます、明日。よし、引いてみよう。行きましょう。行きましょう。何でしょう。今だから話せる〇〇さん、ありがとう。あ、今だから話せる〇〇さん、ありがとう。今だからありがとう、うん、けどやっぱあれかな、えりこ姉さんに。あ、一緒、うん、最初さ、こう、うん、遊びに来てくれた時に、うん、出会った時に連れてきてくれたじゃない、紹介するからみたいな感じで、うん、そうそう、その時にあれだよね、こう3人で飲んでたじゃない、うんうん、それでもなんかえりこ姉さんちょっと気遣ってさ、うん、じゃあ私先帰るからみたいな感じで、そうそうそう、それでまあ2人でビール飲み行って、で意気投合したんだよね。でラーメンまで食べたもんな、締めのラーメン食べて。出会った日に締めのラーメンが、そうそうそう、でも酔っ払って転んで怪我したし、ね、転んで怪我した、そうそうそうめっちゃやばかった怪我ね。そうそう、でも もうダメかなみたいな思ったんだよね。そうそうそう、あの時に振られたと思ったけど乗るペース一緒だったからねそうそうそう、そうだからえりこ姉さんが気を利かせて、うん、ほら帰ってくれたって言ったらあれだけどね、まあ、帰ってくれてありがとうって言ったらなんか言い方あれだけど、ちょっとね、まあ、あのね、お気遣いがあったから明日の結婚式につながりましたよっていうことでね。だからえりこ姉さんなしではうちら結婚してないとか付き合ってないからね、うん、そうだよ、結婚してませんね、出会ってもないしね。はい、そうなんです、うん、だからちょっとね、また明日もね、改めてありがとうってこう伝えたいなと思うけども、はい、伝えましょう ね、うん、ね、今日は飲みすぎないようにしないと明日5時起きだから、ね、明日5時起きなので、うん、ほどほどにして、ほどほどにして、ね、飲みに行きましょう。まあ明日バシッと決めよう。 OK、 えりこ姉さんありがとう。ありがとう、乾杯。